前回の続き、ピーチ姫を助けるべく宮殿の奥まで来たマリオたち、バツガルフを倒したものの、ピーチを人質に取られてしまいました。そこに現れたクッパ、救世主かと思いきや、やはりただの邪魔者でしたね。ということで、本日はここからピーチを今度こそ救うべく、バツガルフの元へ向かいます。どうも、ララノンです。ペーパーマリオ RPG。今日こそラストを迎えるぞ。開ける。開いた。はぁ、はぁ、ピーチ。残念だったな、マリオよ。もう手遅れだ。どういうことだ。私の後ろに置かれてる箱、これこそがここに眠る伝説の宝だ。この箱には伝説の魔物の魂が封じ込められている。お前が持ってきたスターストーンでこの封印を解くとき、魔物の魂をピーチ姫の体に乗り移らせ、西への魔女として復活させるのだ。ピーチの体を使うつもりなのか。そのためにピーチ姫を？マリオ、あなたにあの地図を送ったばかりに、こんなことになってしまってごめんなさい。いやいや、ピーチ、あれはね、もう仕組まれてたから、こいつに。魔女の力があれば世界を征服するのもたやすいこと。ついにこの時が来た。世界が私のものになるのだ。さあ、蘇れ、影の女王よ。ピーチと戦うの、私。逃げて、ピーチ。うわぁ、日が黒くなった。逃げて。やばいの出てきてる。あれ、なんか見たことあるな、こんなやつ。あ、こんなじゃなかったけど。やばいやばいやばい、ピーチみたいな冠つけてる。おー、ちょっと、はあ、暗闇に薄暗むらみたいのは多分気にならないね。はあ、影になってってる。なんじゃ一体。やばい。ここももともと暗い気がするけど。お兄ちゃん、空がわあ。ウーロンタウンも。一体何なのこれは。空が闇に覆われた。やっぱりあの星を使わないのが正解だったんじゃないか。あ、でも結局出てきちゃうのか。誰じゃわらわを呼び起こす者は。私だ。そっちか。まあよい。わらわの魂の入れ物はいずこじゃ。この娘がそうだ。ピーチ姫。うん、なかなかのものじゃな。よかろう。ピーチ姫、ああ。乗っ取られちゃった。うわあ。どうなったの？ヒーお助けー。揺れる揺れる。むむむむむむ、ズバリこれは世界の終わり。もうでもそんな感じだよね、この勢いだとね。めっちゃうろうろしてる、めっちゃうろうろしてる、めっちゃうろうろ。今のは一体、何かとてつもなく恐ろしいことが起きたような。察しがいいね、さすがに。ゴム兵。これ本物？まさか伝説に語られていた魔物が復活したというのか。こりゃ大変じゃない。本物のフランクリ先生。フランクリ先生どこにいたの、今まで。マジで。ピーチ姫。わあ、なにシルエットがやばいんですけど。これでわらわは復活したわけだ。まだ魂と体が完全に一体とはなっておらぬが、しばらくすれば我が魂も新しい体に馴染むであろう。やばいくない？ちょっと待って、ピーチ姫が？
さあ、影の女王よ、あの者どもを蹴散らすのだ。このわらわらに命令を下そうとは、そっちは一体何者じゃ。どういうことだ、蘇らせた者の命令を聞くはずではなかったのか。いや、今はそんなことを言ってる場合ではない、つべこべ言わずに言うことを聞け。さもなければお前を封じ、わあ、一瞬、何にもなくなった。身の程もわきまえず、わらわらに指図しようとは、なんたるプレイ。うわあ、粉々。怖っ。まだ力も完全に戻っておらんのか。うむ、それも仕方あるまい。な、どうなってるんだ、ゴンザレス。あんたの一撃じゃね？女王様。あ、影の一族だから。おお、女王様が蘇られた。ん？マジョリンか？親しいの。そうか、そっちがわらわを蘇らせてくれたのじゃな。はい。女王様の魂の入れ物となる、清らかな乙女を探し出し、さらに宝があるという偽の情報を流し、宝に群がる愚かな者どもにスターストーンを集めさせ、この場所の封印を解かせました。マジョリンが結局はでも、そっか、裏でちょっと糸を引いてたのか、結局。うむ、ご苦労じゃったな。バツガルフも、もう手のひらの上、マジョリンの手の上で転がされてたじゃん。もったいないお言葉。ところで、そしたちは何者だ？うん、見ればなかなかの面構え。どうだ、わらわに使えぬか。わらわのしの、しもべになれば、悪いようにはせぬぞ。いや、そんな関係ない。ゴンザレスがお前のしもべになんかなるもんか。そうだよな、ゴンザレス。しもべになる。ちょ、押したくなるけど、断る。なるほど、そっちもわらわに逆らうというか、やばい、一撃。面白い。ならば、その報いしかと受けるがよいわ。ちょっと、これはきついって。アイテムマジで使い果たしたもんだって、私。いけるかな？わらわに挑むとは、なんと愚かな。その愚かさ、自らの死をもって償うがいい。怖っ。ゴンザレス、ここであいつを倒してこそ本物のチャンピオンだ。あいつはピーチ姫なんかじゃないぜ。遠慮なんかいらない。派手にぶちかまそうぜ。でも体はピーチ姫だよ。冷静に。体はピーチ姫だと思うんだ、私。ジャンプでいけそうかな。うん、ジャンプでもいけるってことは、ヒップドロップでもいけるね。できるだけ、フラワーも大事にしないと。星は集めておきたいんだ、ここ。よし。やべ！やば！やばばばばば！クリーンジャンプで。間違っちゃった。変な時にあれ出るから。アクロバットのあの A のタイミング悪いでしょ。これは当てる。よし、来た！当てた！よくやった、自分。ナイスナイスナイス。まあ、まだちょっと、まあ、あれだったけど。よしよし、星が全部来たのはいいよ。回復は全開してるから、もうここで星の力を使ってコガンが、ズバッとスターでしょ。まだまだいける。まだ負けない。そういけるし！オッケー。これでかいから15だから。いいんじゃない？結構溜まったんじゃない？ふむ、そっちもなかなかやるではないか。さすがにわらわが見込んだ男だ。思うように動かなかった体も徐々に馴染んできた。マジで？やば。そろそろわらわの本当の力を見せてくれようと。やばい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 。今本当の力いらないいらないいらない。全然いらない。この姿であれば、そちたちの攻撃などは虫に刺されたほどにも効かぬ。この姿をわらわに取らせたことを光栄に思いながら死んでいくがよい。怖っ。どうすればいいの？全く効かない、本当に。それでも攻撃していくつもりかい？あがくのはよいが、まだまだじゃな。そちたちの攻撃はダメでしょ。わかんない。どうすればいい？待って、もうちょっと貯めて、星で行きたいけど。いや、今効かないなら、フラワーを使うのは違う、多分。これで貯めて、いや、いけるか分かんないけど、やってみよう。ほほほほ、わらわの力思い知るがよ。
うわ、危な。しかも回復されるとか最低。いや、もうやるしかないでしょ。これで効かなかったらどうしよう。すごいもったいない。でももう、星の力を借りるしかないと思っている。ダメ!うわー、やばいかも。ちょっと敵避ける使おう。取っといて。なんとも不甲斐ないやつよの。おほほほほ。マリオ変な動きしてる。ああー、観客が。マックス。そうでしょ、もう。そんなことある。これで受けた傷もほとんど元に戻った。さて、あとはいかに措置を苦しめてやるかじゃない。いかんぞ、マリオ。このままでは、マリオの動きが気持ち悪いけど、まあいいか。どうすれば、今一度措置たちに問う。わらわに使える気はないか。今なら許して使わそうぞ。魔女に使える。あの世の妻が喜ぶはずがない。かっこいいバレル。ほほほほ、よかろう。ならば、そちたちの望み通り、とどめを刺して使わそう。やばいかも。え、なんじゃ。あ、星が、スター、星じゃないよ、スターが。あ、何が起きたの。え、まさかのそこ、処刑台だよ。おお、スターストーンが。おお、どうなるのこれは。え、散ったけど。どういうこと、どういうこと。ん、なんじゃこれは。村長、これはスターストーンです。しかし、これはマリオさんが持っていたはずでは。ひょっとして空が暗くなってしまったことと何か関係があるのかの。うむ、わかりません。しかし、ひょっとしたらマリオさんや残太郎たちに何かあったのかも。そんな残太郎無事よね。だって元気で帰ってくるって約束したもの。え、どういうこと?スター何?どうした?どうした、スター。あ、スターソンだ。おい、なぜここに。あてはしで不思議なこともあるもんじゃの。何のんきなこと言ってるのさ。お兄ちゃん、マリオがピンチなのよ。このスターソンはそれを伝えに来たのよ。そういうこと?え、まさかそんなこと。いや、ほんとだ。わかるわかるよ。スターストーンから伝わってくる。マリオたちが世界を救うために戦ってるのがわかるよ。元気だま。マリオ、クラウドさん頑張って。そうだ、頑張れ頑張れ。これはもうみんなの元気もを集めて一撃ですか。ゴンザレス、いえ、マリオ、きっとあなたは今どこか遠くで戦っているのですね。私たちのために。このスターストーンからあなたの思いが伝わってきます。私にはあなたを助けることはできません。せめて祈りましょう。あなたの勝利を。助けることはできませんって言われて。おお、ゴンザレス、頑張れゴンザレス。いいかゴンザレス、俺様に勝ったやつは絶対負けてはならんのだ。そうだ、俺たちを倒したあのちっこいやつも頑張れ頑張れ。俺たちもゴンザレスのために力の限り祈るんだ。ゴンザレス、負けるな、マリオ。ちっこいの。チョシーよ、チョシーです。お兄ちゃん、負けるな。負けるな、子供たちが応援してる。お姉ちゃん、負けるな。やばい、子供たちの応援がちょっとじんとしてる。マリオさんって今ピンチに陥ってるんでしょうか。もしもマリオさんがこのまま負けてしまったら、この世はずっと暗いままになってしまうのでは。ビビアンちゃんと言ったかね。マリオさんと一緒にいたあの女の子のこともちょっと心配だよ。
優しい心配してくれてる。大丈夫じゃ、マリオさんは負けぬ。ほれ、この村を悩ませていた化け物も簡単にやっつけてくれたではないか。簡単ではないんだけど、わしらは信じるしかない。この世界に光が戻ってくることを。負けるな、負けるな。みんな応援してくれてる。カラスまで。マリオさん、ファイト、ファイト、ファイト。何やってんだおめえら、声が小さいぞ。バレルさん、ファイト、ファイト。もう一丁応援の仕方が熱血ファイト。めっちゃ熱血感あふれる応援。バレルの旦那、海の男のど根性ってやつをがっつり見せてやってください。ファイト、みんな頑張れ、頑張れ、頑張れ。みんなが応援してるよ。大丈夫でしょうか皆さん。心配なさるなマダム。ルイージ君は我が輩が認めた一番弟子です。まだ名前間違ったままか。彼ならきっと世界を救ってくれるでしょう。でもやはり心配だます。隣金ちゃんが幸せに暮らせる明るい未来がやってこないような気がして。ならばみんなで応援しようではないか。このキラキラした石を通してわしらの思いはきっと届くはずだ。ちょっとなんか感動してきちゃった。そうだねパパ。マリオのじさん頑張れ、みんな頑張れ。マリオさん、ゴンザレス、ゴンザレスか、ゴンザレスか。そこはえ、ま、マリオ、ここゴンザレス、ね、やっとルイージ君じゃなくて、やっと気づいたの。マリオだよ。やっと気づいた。よかった、名前がこれで気づいてもらえて。あ、ボム兵たちが村長揃った。ボム、うん、皆の者ご苦労。では行くぞ。せーの、マリオ。めっちゃ応援してるやん。マリオ頑張れよ。どうしよう、なんか感動してきちゃった。マリオ負けられないぞこれ。みんなが呼んでる。これはマリオ聞こえるか。みんなの声が、ベイベーベイベー見えちゃった今。旦那っつって、好きだ。誰の告白。もうふん、旦那頑張れ。みんながビビアンも呼んでるよ。みんながわしたちに力を与えてくれている。なんじゃこの煩わしい声は。マリオよ、あれを見ろ。この光は、わっ、おお、おお、おお、ピーチ、ピーチ、ピーチ、マリオ、この声は、ピーチ姫？マリオ、私の、なんじゃ、小娘よ、わらわに逆らうつもりか。マリオ、私の最後の力をあなたに送るわ。最後、最後。ピーチ姫。うわー、ありがとう、ピーチ姫。なんだこの気持ちは。体に力が満ちくるぞ。ピーチ姫託された。おのれ、小娘。さよなら、待って、さよなら。あなたを信じてるわ。ピーチ姫助けるからね。ピーチ姫。どこまでも小賢しい小娘め。じゃが何をしようと無駄じゃ。わらわは女王なのだ、じゃから。ピーチ姫絶対助けるからね。マリオもう一踏ん張りだ。ふん、ケチ、いらかしって、え？ふん、ケチらしてくれるわ。絶対に助けるよ、ピーチ姫。速攻星使うから、今。連打頑張るから。行こう、頑張ろう。負けないぞ。連打！よいしょ。絶対負けー！絶対助ける、ピーチ姫！
この連打がギリギリすぎる。よし来た。ピーチ姫絶対助けるからね。絶対だからね。よし、オッケーオッケー。 なんじゃと、わらわのこの体に傷がつくと。さあここからが本番だ。わしたちの力を見せてやるのだ。頑張ろうバレルさん。おのれ、負けねえ、絶対負けねえ。あー7、つらい。待って、でも負けない、絶対負けない。うわー、全体攻撃いきたいからさ。あ、もう全部アイテム使っちゃった。いや、もうスペシャルガンガン使おうか。あー、くそー、一番最後失敗しちゃった、ごめん。ピッ、これでも十分食らうはず。よしよし、やっばい、みんなこっちに味方してる。待って、く、あ、待って待って、今は気づいた。いないじゃん、観客ゼロじゃん。チャージした攻撃力か。ナイス、次元爆弾、マジでナイス。ちょっと待って、ちょっとね、きついかもしれないけど、のこ太郎ほんとごめんだけど、よし来い。どういうこと。14、危ない。ナイス、のこ太郎、のこ太郎のおかげで生き残った。よし、え、これか、え、待って、私多分外したけどちゃんと当たったかもしれない。え、な、意味わかんないね。なんか何か違う力が働いてる気がする。あれ、うん、まだまだこれからじゃぞ。いや、無理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 、もうだいぶ無理。もうだいぶ無理だよ、本当に。どうすればいいんだよ、この無理な状態。ナイス、ありがとう、次元爆弾。よし、あ、もうめっちゃ集中してるよ、これ。来た来た。危な。もうこれは回復するしかないわ。ナイス、これはね、超元気使うしかない、もう。いや、一回爆発させようか。やばいやばい、超元気もう一回使えるぐらいにしとかなきゃ。よし、とりあえずもうこれでもうどんどん攻撃当てるしかないという。もう使えるだけのアイテムは使おう。もうどうにもならんもんだって。終わった。ダメだ、私これ多分倒せない。ダメだ、こりゃ強すぎる。うーぱーんぺい。あー、よかった、それマジで助かる。もう死にそう。よし、あー、今めっちゃきつかった。きたきたきた、前回これはでかい。マリオだけでも取らなきゃ。はあ、チリヒンすぎる。そう、はい、2回ボス挑んだんですけど、あまりにも勝てなさそうだったんで、ちょっと武者修行してきました。今度こそいけるはず。
ね、この手前までの直通が、セーブ地点に戻るってやったら開いたんで、ここから一回戻って武者修行してきました。ちょっといろいろ上げて、ステータスも上げたり、アイテム持てる数も増やしたんですけど、お金がなくてアイテムが増えきってない状態で挑みます。バッジもいろいろ増やしました。よし、今できる万全を期したんで行ってこようと思います。助けるんだ！ここ一回シュモベになるもちょっと押してみたいな、もうここまで来たら。だいぶいいはず。ただ、体力万全で来なかったね。1だけ少ないって。なんと愚かな、その愚かさ。自らの死を持ってすぐなるがいい。ゴンゼルス、ここであいつを倒してこそ本物のチャンピオンだ。オッケー、わかってるぜ。よいしょ。やばい。実はこれ2日ほど空きまして、ずっと修行してたもんで。どうすればいいんだったっけちょっとわかんなくなってるぞ。ああ、ずれちゃった。多分、初めはね、アイテムとかは少し節約しなきゃダメだったはずなんだけど、他のものは回復するから、アイテム以外は使ってもよかったはず。いや、アイテム以外はガッツガッツいこうか。フィムユ装置もなかなかやるではないか。ここまではこれてる。よし、ここからは、とりあえずダメージ与えて次の段階に行かなきゃいけないから、ぶったたこう。よし。あがくの歩みがまだまだじゃな。キャー！食べられたー！よし、ここで次か？ここで次だよね、多分。どんどん元に戻った。いかんぞマリオ、このままでは。大丈夫、次の段階入ったら、もう FP とかはもうガンガンいくよ。ガンガン使おう。ここはもう使わなきゃいけないから、なんなら OK。 もう一踏ん張り頑張ります。でもだいぶ楽にここまで来れるようになった気がする。ということで私は速攻スペシャルで囲んでポンですね。いいんだよね。よし。よしよし。これで手がなくなればだいぶ違うから。なんじゃと。わらわのこの体に傷がつくとは。よし、こっからが本番だ、本当に。負けねえぞ、おのれー。こちらこそ、おのれー。ああ、やられてる。ガードしなきゃダメなのに。で、これ入れ替えて、すんごい爆発いってもらおう。よし、いけ。よし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 。よしよし、今絶対失敗した気がするけど、合わせてくれてありがとう。合わせてくれてありがとう。絶対合わせてくれたよな、今。ここで、仲間チェンジ入れます。ビビアンだな。ビビアン、影隠れ頼む。なんだ、チャージされた後の攻撃はちょっとできるだけかわして、もう一回攻撃来ちゃうけど、これはもう仕方ない。この7受けるよりはいいでしょ。よしよし、セーフセーフセーフ。オッケーオッケー。いいねいいねいいね。で、ここでちょっと攻撃受けちゃうけど、7よりはいい。あ、プラス3。プラス3。いや、いいいいいい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。タン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 。よし、覚えよう。よし、覚えようとか。よしよし。もうアイテムもここでもう、蹴散らない、蹴散らない。もう冷静にやれば倒せるから、絶対。炎で全ての攻撃、OK。オッケー。 XBYDA、 オッケー。あーくせー、やっちゃった。あー、回復が怖いよこれ。一
かに回復できるかなのよ。すんごい爆発は連打だから、私連打の方がいい。あのボタン押し苦手。いけ、よし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 、よし来た、よし来た、ナイス、いいよいいよいいよ、オッケーオッケー、完璧完璧、よし、ワンダフォー、エクセレント。きついきついきつい、でも頑張る、よしよしよし。でここであの落ち着いてやらなきゃいけない、バレルとチェンジ、ふぅ、くそー、ガードができない、下手くそすぎて、星を貯めないといけないから、ふん、まだまだこれからじゃぞ、ここまでは、ま、来たよね多分ね、いやわかんない、ここまで来てないかな前回、うわっ、あ大丈夫、変化状態以上どうにかしてた。これバレルさんはちょっと攻撃してもらわんと困るから、すんごい爆発をしてもらって、マリオがバレルを回復してあげよう。よし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 、いいよいいよ、分け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 っておかしいけど、2回アイテムで料理もね作れるようにしてきたの、ちゃんと。ちょっと料理先に使おうか、キノコ炒めと、よしよしよし、いいいい、悪くない悪くないと、バッチもちゃんと増やして、この1ターンのうちに2回アイテムが使えるやつをねゲットしてきたの、これ結構でかいと思う。本当は、あーやばい、仲間を入れ替えるときにターン使わないのもつけたいんだけど、バッチポイントが足りないんだよね。これは普通の攻撃する、フラワーポイントがなくなっちゃってるから、よし、あーナイスナイス、ここで煙はありがたい、回復したい。なんでもう毒キノコしか止まらない、くそー悔しい、あーごめんバレルさん、くわ、まさかこんなはずは、もう少し、あとご利用せ的な、ちょっと待って、でもここで調子こくと多分私やられるから、ちょっとマリリン守ります、マリリンも守った上で自分にもテレサ着せとこう、ちょっとマリリン私を守って。よし、X と Y がなんかとっさに分かんなくなっちゃうんだよね。X が上で Y が上。あぶねあぶね、これはガードして正解。大丈夫よ。また7か。どうする?氷の息吹じゃ全部倒せないから。よし、来た!エクセレントいけ!何歩いくかな、66、オッケーオッケーオッケー、6オッケー、6オッケー。で、今次がやばいから影隠れします、また。よし。いや、マリリンのこれは本当に強いわ。ありがとう、マリリン。ただ、マリリンの攻撃うまくできないよ、私。よし、当たった!ナイス!まあ、HP 回復したかったところではあるけど、フラワーも嬉しい。で、影隠れしよう。OK。やばいやばいね。もうでも勝てそうな気がする、勝てそうな気がする。なんかちょっと勝利が少し見える。え、なにこれ?おほほほほなんて笑ってたっけ?これやばい、これやばいのよ。ドーンって。これはもう絶対に食らうわけにはいかないから。多分これケチったら負けるから、マリリン。よしよしよし、これでマリリンが攻撃いけるから、マリオが2回技を使えることによりマリリンが攻撃にいける。ただ私はこの
コマンドが苦手。よし私でもできるコマンドだったらよかった。マリリン食らっちゃう、ごめんね。まじないかけてきたんだけど一つも発動してくれない。バレルさんちょっと先にすんごい爆発やっちゃって、いけ、よーし勝った勝った勝った、やった倒した。いやほんと動画外にで頑張ったんです、本当にレベル上げとかいろいろ。あ、来た、今さらここでまじないかい。スターポイントが2倍もう嬉しいけども、しかしもう今さらうわー、そんなわらわがこのような輩に倒されてしまうとは、再びこの世に蘇ったというのに。うわー、女王様、うわー、倒した。ピーチマリオキャッチ、ピーチどこいるよね。あ、よかった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 、よかったわい。早く早くマリオピーチ抱えて逃げるよ、抱えて。あ、違った、普通に戻っただけがびっくりしちゃった。こりゃまずい、逃げるよマリリン。あー、ま、待ってこいつは自力で走る感じ。ピーチ姫は無事だ、傷一つない、よかった、あんだけ叩いたのに体は無事でよかったよ。マリオ、そう、終わったのね。ごめんなさいマリオ、こんなことになってしまって。いないよピーチ姫よ、大丈夫だ、気にすることはない、優しいバレルさん、ありがとう。いや、ここにいたか、マリオくん。フランクリン本物？いやいや、奴らが年寄りのわしにまで襲いかかってきたもんでな。心配になって君たちの後を追ってきたのだよ。状況から察するに、どうやらすっかり肩はついたようじゃな。まったく大したものだよ、君たちは。ゴー！ふむ、わしもなんとか無事だ。そうそう、それよりも見たまえ、君。うわ、何持ってきたの？途中でこれを見つけたのだ。これこそがゴロツキタウンに伝わる伝説の宝に違いない。これでわしの学説が正しいことが証明された。伝説の宝はあったのだ。ふう、フランクリー先生よ。いやいや、分かっておるっていいではないか。すべてはうまく終わったのだ。さあ、こんな薄暗いところからさあ、たと出てはどうかね。まあそうだね。そうね。さあ、帰りましょう、マリオ。みんなのところに。おお、ハッピーエンド来た？めちゃくちゃ難しかった。闇落ちピーチ強すぎだって。そうか、もう行ってしまうのか。しかし残念だの。君たちと一緒ならわしの研究もはかどると思っておったのに。先生の研究でマリオを独り占めするなんてみんなが許さないですよ。これからは私が先生の研究をサポートしていきますから。ごめんねクリスチーナ、後半っていうかもう結構序盤から全然出番なくて。うむ、そうか、ありがとうクリスチーヌくん。名前間違った気がする。マリオくん、ここを離れても決して私たちのことを忘れないでくれよ。わしもこれからの君たちのますますの活躍を心より願っとるよ。何事も諦めないこと、この旅を通して本当に大切なものをあなたから学んだわ。ほんとね、最後のボス諦めようかと思ったもん、マジで。ありがとう、マリオ。時々は私のこと思い出してよね。マリオさん、あなたのおかげで少しだけ強い男になれた気がします。なんというか、少しだけど自分のことを好きになれたっていうか、少しだけお父さんに近づけたような気がするんです。
なんだかよくわかんないですよね。いや、なんかタコテテベって。たくましくなった感じがするよ。マリオちゃん、私今度舞台にカムバックしようと思うのよ。今回の冒険で女優としてどうしても表現したいことが見つかったのよ。このテーマなら私はもう一度スポットを浴びる気になれるわ。舞台が完成したら必ず見に来てね。もちろんピーチちゃんもよ。ありがとう。見に行く絶対に。ゴンザレス、本当はマリオってんだよな。けどさ、俺にとってはゴンザレスはゴンザレスなんだ。闘技場で生まれた俺はチャンピオンとしてのグレートゴンザレスが好きなんだ。私も好きだよ。私が変な名前つけたチョッシーよ。また会おうな、ゴンザレス。必ずだぞ。グス、泣いてる。チョッシー泣かないで。マリオ、あたいマリオのことが。いや、なんでもないよ。ピーチ姫とマリオって二人並べてみると、お似合いのカップルなんだね。あはは、マリリーお姉ちゃんを裏切ってまでこっち側についたのに、なんかこれは悲しい。あたい、マリオと一緒に旅したこと一生忘れないからね。でもマリリン、こっち側にいた方が絶対幸せだから。だからマリオもあたいのこと忘れちゃ嫌だよ。忘れないよ、マリリン。マリオよ、わしはお前との出会いに感謝せねばならん。バレルさん、お前に会うことがなければ天国にいるスカーレットの思いも知らず腐ったままだったろう。わしはまた海へ出る。スカーレットもそれを望んでおるはずだからな。海に生きてくれ、バレルさん。また会おう、マリオよ。次に会うときは海の上だ。待ってます。マリオが海にいるかわかんないけど。そろそろ船が来る時間ですの。マリオ。誰？キノコ持ってる。よかった、間に合ったみたいだ。これ持って行って、帰りの船で食べてもらおうと思って取ってきたんだ。新鮮なキノコちゃんとくれてる、しなびてないやつ。とっても新鮮なキノコなの。ありがとう。あ、ちゃんとピーチにもありがとう。しなびてない。嬉しいわ、ありがとう。皆さんがいなければ、今頃この世界は闇に包まれていたことでしょう。しかし、皆さんの平和を願う心が、この世界を救ったのです。心より感謝します。本当に、ありがとうございました。なに、礼を言うのはわしらの方だよ。あんたたちがこの町に来ておらんだら、それこそバツガルフや影の女王の思うがままになっておっただろう。そう思うとゾッとするわい。姫、船が見えてきましたぞ。来た船。みんなさようなら。みんな元気でね。ありがとうね。ちっちゃい船で帰るね。悪いな、ダーナ。ちょいと寝坊しちまった。さあ乗ってくんな。超特急で送ってやるよ。では皆さん、お元気で。さようなら。さよなら。なんかすごい、あ、でも一番最初この船だったもんね。なんかちっちゃく感じる。さあ、キノコ王国へ出航だ。間違った、これピーチじゃないわ船長だね、きっと。みんなさよなら。たくさん旅助けてくれてありがとう。旅の最中すごく助けられたよ。とても素敵な人たちばかりね。ゴロツキタウンではさらわれたりして、あまりいい思い出は作れなかったけれど、ちょっとピーチの声がちょっと無理すぎるんで少し下げます。本当は生きる活力にあふれた素敵な街なのかもしれないわね。マリオ、私捕まってしまった時はとても不安だったの。でもそう、テックがいてくれたから頑張ることができたのだと思うわ。テック、それにきっとあなたが助けに来てくれると信じていたから、ありがとうマリオ。あ、間違った、マリオ。私、これからは気の爺の言いつけを守ってお姫様らしくしようかしら。きっとできないと思う。ピーチは無理だと思うよ。根っからのだから。あ、何、日の出。見てマリオ、ゴロツキタウンが輝いているわ。なんて綺麗なんでしょう。わあ、本当だ。なんかちょっと寂れた街だったのに、ゴロツキタウンがすごい明るい街になった気がする。
お、ルイジ。なるほど、大変な冒険だったんだね。何はともあれ、ピーチ姫が無事でよかったね。でも世界を救っちゃうだなんて、やっぱり兄さんはすごいや。あれからだいぶ経ったけど、まだ冒険しているような気がしてるんじゃないのかい？おいえす。一緒に冒険をした仲間たち、みんな今頃何をしてるんだろうね。それはすごく気になるかも。揺れてる揺れてる、マリオが揺れてる。揺れてまーす。おや、メールが届いたみたいだよ。マリオへ、お元気ですか？クリスチーヌです。私はまだフラングリ先生のところにいます。影の女王は倒れましたが、ゴロツキタウンの伝説にはまだまだわからないことがたくさんあり、フランクリ先生と一緒に研究を続けているのです。あ、これみんなのその後が見れるのかな？うわー、それは熱い。でも、マリオとの冒険で得た情報をもとに新たな真実が分かってきました。マリオ、やっぱり伝説の中にも真実はあるのです。そうそう、フランクリ先生が最後に拾ってきた宝箱に何が入ってたと思う？ゴミ。それは秘密。今度会った時に教えてあげるわ。いや、あれにはもう多分夢と希望が詰まってたよね。ありがち。あの後私は今回の冒険で行った場所をもう一度巡るとともに、一緒に旅した仲間たちにまた会ってきました。おお、クリスチーヌ。まあそうだよね、一番最初に出会って一番最初から最後までクリスチーヌ共に旅をしてくれたもんな。ノコ太郎は村でお父さんやノコリンたちと一緒に平和に過ごしています。ねえマリオ、ノコ太郎の将来の夢ってなんだかしてた？村長になって花々村をもっと平和にするんだって。ちょっとびっくりよね。村長でもなれるよ、きっとノコリンがいるから。でもノコ太郎らしくてなんだか嬉しかったわ。それにこの前会った時よりちょっぴり大人に見えました。でも相変わらず残りには弱いようです。それぐらいがちょうどいいよね。うんうん、きっと支えてくれるよ。え、何これ。クラウダさんはステージにカムバックしました。とても生き生きしていたわ。今演じているステージはなんと私たちの冒険を元にしたお話だそうです。ねえねえ、マリオに化けてるのってもしかして？タイトルはペーパーマリオですって。とっても面白かったわ。そうそう、あのランペルもなぜかクラウダさんと一緒にステージに立ってるんです。変身の力が結構役に立ってるんですって。ちょっと変な気分よね。いや、ランペルもちょっと改心したってことでいいんじゃない？ちょっと幸せに。みんななんかハッピーエンドに向かうのはいいこと。あー、チョッシー。チョッシーはウロン街の闘技場で選手をしています。彼が言うにはもうすぐチャンピオンと戦うことになるそうです。チョッシー頑張れ。でね、自分でつけたリングネームがグレート・ゴンザレス・ジュニアっていうのよ。ゴンザレスの子供じゃん、もう。ちょっと笑っちゃうけど、可愛いとかあるわよね。確かに。あ、でも今の俺ならゴンザレスだってちょろいもんさ、なんて言ってたわ。やっぱり相変わらずって感じね。かわいい、調子。自分でその名前つけちゃうのかわいすぎるわ。あ、マリリン。ビビアンはお姉さんたちのところに戻りました。ごめん、マリリンじゃなかった、ビビアンだったんだけど、しばらく名前間違ってた、ごめん。影の女王が倒された今、マジョリンたちはもう悪さをする気はないようです。それとマジョリンが二度とビビアンをいじめないって私に約束してくれました。よかった、ビビアン。これからは三人で仲良く暮らしていくでしょう。たまにはマリオもビビアンに会いに行ってあげてね。ごめんね、名前間違ってて途中から。わー、バレる。この船で旅してるの？バレるわ、海を航海してるの？バレルさんはコルテスの船で毎日海に出ています。もう迷いはないみたいです。この前、トロピコアイランドで偶然会いました。バレルさんは元気いっぱいで今にも爆発しそうだったわ。きっと天国のスカーレットさんも喜んでることでしょう。あ、忘れるところだった。トロピコアイランドのみんなも相変わらず元気でした。嬉しいわ。みんな幸せそうでよかったわ。え？そうそう。旅の途中でバツガルフとペケダーが生きているという噂を聞きました。バツガルフはあの状態で？もし本当だったら結構しぶといわね。でも今回のことで懲りたらしいし、こちらもマジョリンたちと同様もう悪さはしないことでしょう。まあしないならいいけどね、ボコボコにされてたしね。こなごなかどっちかっていうと。テック？え、もしかしてクリスチーヌテックのとこも行ってくれたの？
生きてるといえばもう一人、彼も生きていました。よかった。あなたにとても会いたがってましたよ。もちろんピーチ姫にも。よかった、テック。最後に、いろいろ辛いこともあったけど、マリオたちと一緒に冒険ができて本当に良かったです。ただ、心残りなのは最後まであなたに伝えられなかったことがあったってこと。それは、やっぱりこれも秘密にしておくわ。ちょっとクリスチーヌ、クリスチーヌの秘めた思い気になりすぎる、それは。教えてクリスチーヌ。では、ピーチ姫にもよろしくお伝えください。また会いましょう。あなたの友、クリスチーヌ。罪作りな男だな、マリーは、本当に。へえ、みんな元気にやってるみたいだね。おや、お客さんかな？お邪魔しますぞ。おおおお。あ、ピーチ。こんにちは、マリオ。こんにちは、ルイチ。ちょっと言い方違うかもしれない。マリオ殿、突然ですまんのじゃが、先日お城の倉庫の掃除をしておったところ、なんとすごいものを見つけてしまったのですじゃ。そう、宝の物の地図を見つけたのよ。また今度こそ本物の宝物があるに違いないわ。ピーチも懲りませんの。さあマリオ、宝物を探しに行くわよ。もう船は待たせているんだから。はあ、おとなしくするって言ったのにピーチー。これでこそですよね、ピーチ。パタン。ハッピーエンドだね。はい、ということで、ペーパーマリオ RPG、クリアー！お。最後みんなも無事でね、ハッピーエンドで何よりでございます。マリオが出会った女性たちはね、もうなんかマリオがね、自然とこうたぶらかした感はあるけれどもそしてごめんね、ビビアン、途中からマリリンって間違ってマジでごめんね。ビビアンだったよね。もうマリオは何人ね、もう何人たぶらかせばいいんだろうね、本当にね。天然のたらしだよねまあそれだけマリオに魅力があるってことなんでしょうけども、なんかクリスチーヌの最後の言葉もビビアンの最後の言葉も聞けなかったのは、なんかちょっと、まあそうだね、ピーチ姫っていう姫様がいるからね、言えないことではあるんだろうけど、ちょっとなんかそこはそこで聞きたかったかなっていう気持ちもあるよね。まあ結局みんな幸せに暮らすことができてよかったです。敵もね結局改心してこれから悪さしないってことにしたみたいだから、何よりかな。テックも無事でよかったね。はい、無事ピーチ姫を助け出すことができてハッピーエンドです。あー、いいね、みんな揃ってジエンド。ペーパーマリオ RPG でした。はい、ということでペーパーマリオ RPG やっていきました。まだまだ多分やり込み要素等々もあるので、ぜひ皆さんもプレイしてみてください。ペーパーマリオ RPG 楽しかったよって方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。